アルスト掴み栄光あれ。はい、ペーパーフリーズ、今回で何回目だ9回目10回目か10回目ですね。はい、前回の続きから進めていきます。よろしくお願いします。ストーリーもうね27日目ですからもうすぐ1ヶ月経つ。ドラッグスクロール、なるほど、ダーッと来てますね。まあ、なんとか家計をやりくりしながらここまで来ました。早速やっていきましょう。何々、1982年12月19日計画的な国境突破事件。あ、前回ねバイクでバーって来たな。グレスティン国境問題未だ残る。はい、ロードエデムク行ってきます。はい、おはようございます。1982年12月19日。友達来たな、友達来たぞ。何もかも感謝するよ。エリーザは本当に優しそうだ、嬉しそうだった。長男には君の名前をつけるって言ってるよ。それもいいけど僕は娘が先に欲しいと言ったけど大したことできないが。移動になった、気をつけろ。大したことできないがお礼がしたい。エリザが家まで届けるよ。役に立つといいが。お、なんかくれるみたいですね。そして彼は移動、今日明日から移動だって。お幸せに。審査官へ次ぐ業務の効率化を図るため入国許可証及び身分証明補足書は1枚の入居読めない統合された外国人は今後読めませんねが必須となる。昨日の組織的襲撃を受け、緊急会談が開かれる。本日国境付近の問題に関する、討議のためコレチアから重要な外交官が到着する。アルタン地区住民からは引き続きアルストツカのパスポートを出世。アルストツカに栄光あれ。なんか偉い人が来るみたいですね。あとはなんか統合されたらしい。はい、おはようございます。書類を出してください。ワクチンとこれが、そう、なんかすげえ言ってきたけど3ヶ月。はい、体重とかもここに載ってますね。175センチ、口ひげ、なるほどなるほど、統合されたね。パスポート番号は合ってるかな。ワクチンはポリオワクチンは接種してますね。はい、 OK です。最近ねミスりまくってるからすげえ怖い。次、また貴様か。なんだ、知らん。はい、アルストツカ人ジェニストラ地区、ジェニストラ、これか、あったね。で、女、60キロ179センチ。はい、はい、番号一致しませんよ。
高速。出た前。次。またもやアルストツカ人、アルタン地区の方ですね。募集しなきゃいけないですな。ポリオは接種してるってこと？ぽい。で、ビザ。ちょっと待って。大丈夫だね。これを押印して返してあげる。大丈夫かな？パスポートはね、募集しなきゃいけないんです。次。いいよ、調子いいよ。2ヶ月、身長体重 OK、 パスポート番号、女、スカール、観光ですか、まあ、友人に会いに来たと。ここに、期限があって、期限はどうだろう、大丈夫かな。氏名オブリスタン、え、あ、違うか、国ね。大丈夫かしら、 OK かしら、 OK ですかね。はい、開いてましょう。問題ないはず、大丈夫なの。正な身長だと。身長はね、分かりづらいんですよ。フェドール男、大丈夫ですか？外交官だよね。外交官のこれ。わかんねえんだよな。大丈夫だと思うんだが。はい、次。バーントン地区？バーントン、はい。ポリオ。名前。大丈夫です。パラディズナ、はい、大丈夫だな。ん？ちょっと待て。いいのか、大丈夫か。うん、次。外交官のパスポート受け取りに来た？持ってません。は？なんだよ、なんだ今のやつ。30日、97キロ、177センチ、
大丈夫だよね。はい、なんか大丈夫だな。怖いな。あー、乗り継ぎ2日間、ホリを、52男、ウリオ・グロリアン、大丈夫？大丈夫だはず。いやー、やってるねー。不正な身長と、名前が違ってた。若い女性が、うわ、エリザから贈り物100円、でけー、でかー、よかったー、貯金が140円になりました。いや、嬉しいねー。これで、ちょっとみんな風邪ひいちゃってるけど、暖房と食料与えよう。改良はいいや、そのままで。はい、28日目ですね、暫定的な合意。もうあいついなくなったね、緑のやつ。新坂遠次、度重なる襲撃を受け、情報省はパスポート押収施策の、範囲を拡大。全アルストツカ国民からパスポートを押収、例外はない。外国人のパスポートは押収してはならない。アルストツカに栄光あれ。わかりました。なんか補足書と合体したんで、すごい書類が少なくなってよかったです。もう全アルストツカでしょ。180で、誕生日もねあるんですよ。ここチェックして、パラディズナ、パラディズナでしょ、ポリオワクチンは13年間有効。あとこれレンディフォルマチクって何？ある？あるな。あるけど、募集して、まあ、内容は OK だが、こんな感じで押収はします。どうしたらいい？伝票の番号に問い合わせてください。ただの観光、4週間1ヶ月 OK、体重身長まあまあ OK、ボブ、ボブ、ボブなのこれ。パスポート番号は、パスポート番号で、名前名前もちょっとチェック。アンダーソン、ローラ&アンダーソンさん、オッケー、ポリオもオッケー、いい。あとは期日は大丈夫だね。アンテグリア、聖マルメロ、オッケー。怖い。オッケーだ。あ、嘘。マジでもう。ついな。あ、古いですね、あなた。
え、紛らわしいな。そうなんだよ、紛らわしいんですよ、あなたのおっしゃる通り。しかし、もう許可されません。あんたの仕事は知らねえくせだよな。乗り継ぎ、リパブリア、OK ですね。女、79キロ、178、はい。名前は？はい。おい。でかいなこの人。ジム。ムキムキタウン。最強ジムへ。はい。ムキムキタウンの方ですね。めちゃくちゃでかいなこの人。バーントン地区。バーントン。ポリオは3年間有効 OK。OK ですね。OK なんですけど、パスポートは押収します。はい。ムキムキタウン来れば絶対ムキムキ。それが仕事っすか。なんだこいつ。移住。184センチ。74キロ。とはい。なんか持ってんだろ。はい。よいしょ。高速。え？はい。次。労働する人。うわあ。なんか来た。なんか来た。撃てなかった。早えな。テロリストの襲撃によりポンズの業務は中断された。うわ、情報省があなたの家族のパスポートを押収した。ああ押収されちゃいましたね。7等級へ転居できるけどしません。超高えな。眠る。連続幼児殺人犯合衆連邦から脱獄逃亡。なんかこっち来そうっすね。1982年12月21日、審査官よ、久しぶりだな。本日の候補はよく読むように。多くの職員と話すことになるだろう。
君の操作は間もなくだ。私が勝って出た。恐れることはない。職務に励むように。なんだ俺悪いことしてないっすよ別に。全政府職員が情報操作の対象となった不正組織との関係が見つかった者は直ちに対応する。大丈夫。あなたの捜査は12月24日に予定されている。所定地域を離れてはいけない。大丈夫ですかね。これ凶悪犯だな。そういえば前回あの偉い人来るっつって来たのかな。観光2ヶ月 ?2 ヶ月うん、60日。56キロ。176センチ。ボブ。期日 OK。パスポート番号は顔違くないですかね。あ、一致なんだこれ。嘘。顔全然ちげえじゃん。トゥルーグロリアン。待った、ポリオを受けてなくない？ほぼほぼ、うん。ワクチン不十分です。これではね、受けれない、通せないですね。ポリオワクチンの接種の記録が必要でございます。次、ジョージ。新聞読んだぞ。やあジョージ、アルストツカちょっとおかしいな。離れた方が良いかも。オブリスタン行くにだ。ちょっと北行くだけ。パスポートは全部押収された。ここ離れることはできない。それよくない兆し。お、そうだ、俺の知り合いいいやついる。ん、本物のパスポートがあれば頼めるよ。お前の情報に書き換えてくれる。こいつ見つけるの苦労した。はっ、え、上書き用にオブリスタの最新パスポートをお客様ご自身にご用意していただく必要がある。はっ、なんだこれ、オブリスタン。ジョージは通すよ無条件で。まさか逃げれる。アンガトさん、あ、そうだ、何、俺のパスポートやる。また新しいの手にある。問題ない。チラシ暗記して終わったら返してくれ。オブリスタンパスポート、え、オブリスタン今すごくいい季節だ。雪もたくさん。家族のパスポートはどこで手に入れればいいかわからんな。でもお前賢いやつ、なんとかできるだろう。頑張れ。あ、観光に、おお、ちょっとジョージが救ってくれそうですね。許可証がいります。なんだ持ってんのかい。後出しかい。怪しいな。オリオも受けてる。大丈夫かな。大丈夫ですね。はい、次、8週間2ヶ月
178センチ、80キロ。インポールハイハン、ハイハンだっけ、インポールハイハンありますね。期日ポリオも受けてる。パスポート番号は、うん、大丈夫かな。うーん、怪しいな。疑り深くなっちゃいますね。はい、大丈夫？よし、乗り継ぎ数日。メルジェロス、身長体重、身長がちょっと違う気がするが、一致？分かりづらし。オッケー。ロングヘア、メルジェロスだっけ？ブリスタン、メルジェロス、大丈夫っすね。はい、頼む。次。このマークはよくわかんないんですよね。ポリオ、あれ？あれ？おお、危ねえ。久しぶりに来ましたね。次。ミロ、ん？はい。通してくれ。子供を殺されたのか。こいつが来るってこと？移住、105キロ、182センチ、薄毛。ポリオは接種してます。パスポート番号、大丈夫かな。はい、いやー終わった。え、妻が古い家族写真を見つけた。あなたは一人でオブリスタンへ逃亡可能。一人で？家族は？家族の分のパスポートが必要なのか。はい、というわけで今回ここまでに、したいと思います。そろそろエンディングが近い感じですね。なんとあのジョージがなんかこうオブリスタンへの
逃亡を手助けしている感じですね。妻、息子、母、父、姪、2、4、5、5人のパスポートが必要なのか、どうしたらいいんだろう。もう強引に奪っちゃえばいいのかな、あのオブリスタンのパスポートが来たら。はい、ちょっと気になりますけども、また次回の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバーイ。